島の救世主としてあなたは新しい作物を作ることを決意ね。いろいろな素材を集める旅に出ること。すると、島の偉い人に、この素材をやる、あとこれと、素材、おろしと地図、そして、変な紙って。おろしって何でしょうね。まあまあ、大根でもな。なるほど。地図。難しいの来たね。なんかあの、ね、まあね、まだね。まあまあ、とりあえず、一晩。直線距離で一番近い島に向かおう。その間に変な紙を確認して。あー、これ、あれだ、駒台っぽいやつだな、ちょっと。駒台っぽいやつ。まあまあ、これはなんかあれよ、またなんかこれ、なんかあるんで、これがほら。ラフランスでいいのかな、これ。これはな、これポンデリングではない。どう？ポンデリングじゃない、これは。オールドファッションだよ。で、オールドファッションにしたらちょっとあれ、チョコの位置がちょっと少なくて。違う？チョコもうちょっとついてるよ、オールドファッションが。そうか？で、しかももうちょっと、なんだろう、こんな丸くない、オールドファッション。なんでこの一つでこんなに話題がね。もう。これ半ペンでいいのか？これどう見る？ラフランス半ペン、オールドファッション。これ1対1対ルート2でしょ、どう見てる。あ、これあれだね、三角定規。黒板とかに貼ってあるやつ。あれだ。くしゃくりくっつく。そうそう、あれね。あれ意外と引きにくいんだよ。あれ引きにくい。そう。あれ、高いだろうね、購入するとね、あれね。あ、でもなかなかいいね。あ、ほんとに。はい、では始めます。島に着いた。どうやら素材の構造にはルールがらしい。四角の構造が分かったら。あ、なるほど。これを用意してくれるってさ、名前を考えてみよう。黄色い木だ。ツリー、クリスマスツリーだ。とりあえず書いてみようか。クリスマス。本当にそんな適当でいいの？でもほら、クリスマス。これはクリス、クリで、リとまで違っちゃう文字が。これなんだよ、これ。カクテル。なんだよ、これヒイラギだよね。ヒイラギなの。多分ね。違うの？クリスマスツリーって。あ、そうなんだよ。え、落葉広葉樹のこと？信用、あの、常緑樹？もう信用樹里、信用樹ではないでしょ、これ。信用樹じゃない、ね。黄色だもん。紅葉、ね、もみじ？でも、これとこれの字が同じってことでしょ、言うなれ。ここまで同じなの。最後の3文字が同じなの。そう。なんとかの木？なんとかの木？これもなんか、ちもちの木しか浮かばねえ。ラーメン屋さん。もちもちの、あ、でも、ふかちゃんもちもちの木嫌いだから。嫌いだから。切り絵みたいな。切り絵のテイストは嫌いだから。切り絵のテイスト、切り絵のテイストわからん。わからん。もちもちの木って何言ってんの？白岡店のお話？あのね、もちもちの木ってさっきの昔小学校の時にあったじゃん。挿絵が、切り絵なの。なんか、切り絵の作品から各学年に1個ずつあって、ふかちゃんそれ切り絵が好きじゃない。有名な話だよ、これ。で、なんとかの木で、今度はの。木の先。木の先見て。木の先に。白川。白川。白川。おい、ね、知ってること言うのやめて。もう、言いたくなっちゃうね、知ってることは、ね。吐き出したいだけなんだよね。武者の小路さんのやつね。有島武雄ね。あれは芥川は違うの？芥川は違う、あれは新市長派だから。そういうことじゃないから。もうね、もう悪い癖ね。でも、こう、でもなんだ、これカクテル。これはロートじゃない？ロート。あの、理科の実験でやるほら。ロートね。ロートっぽロート。もみじ、紅葉、黄色い木。なんとかの木でしょ？黄色い木で合ってんじゃない？白い。おお、ほんとだ。え？ほんとに？白い木じゃん。ほんとに？だって、あ、そっか、ロで合ってる。え？黄色い木でいいんだ。あ、そういうこと？あ、ほんと、じゃあこれ木だ。黄色っぽい。いいだよね。いい。ロシだ。ロシだよ、これは。ああ、ロシです。ああ。そんな単純な答えだったの？単純な答えだったの？なんか俺、じゃあ最初に答え言っちゃってたの？
白い鹿だよ。鹿。でもこれはね、木です。色紙だ、色紙。白い色紙だ。白い色紙。なるほどね。俺たちがもうね、単純にもっと単純に考えてみて、これなんか。だって。だってさ、いや、だってこれ白樺だとか言っててさ、志賀直哉だとか言ってるからさ、意識が邪魔してんだよ。俺たちもだ、知識が邪魔してる。知識が邪魔してんの。いや、これ小学生が解けるから。そう、あ、素材、黄色い木を手に入れた。はい。出た。これだ。なんだ黄色い色紙だ。黄色い色紙は作り方がまだ存在しない。うん、これが作れれば、丸が、そばにある。三島がそばにある。うん。なるほど。三島と言ったら、うなぎ。あ、うなぎか。うなぎ。あ、だここに。北川悠仁。なるほど。あとは。え？あと、新幹線の終点も結構三島遅いんだ。三島行きあるね。小玉。あ、小玉ね。小玉だね。富士山。富士山だね。で、島に着いたと。満潮の畑を、いろいろな畑を見学させてもらう。島の名前は、謎を解かないとダメだし。畑の名前は。畑ね。でしょ。昔の夢だったでした。で、これがラグランスなんでしょ？たわしの歯触り。削れば削るほど、とんがってくるものは鉛筆でしょ？春、夏。だから、なぜ、ね、ミファソラシド、ドだね。ドだね。アナドン。アナドンね。あなたの番ですみたいなやつか。映画化した。田中圭？ね。田中圭とは、だチェンジだ、これ。C を G に変えると、これ、チェンジになる。チェンジだよ。チェンジ？これ、用なしじゃないの？これ、用なしじゃないの？用なしでしょ？ああ、そう、つながるね。うな丼だ。うな丼。でも、三島はうな丼だからね。いろんな畑について教えてもらった。ね？なるほど。畑ではある変化が起こる。広島に着いた。今まで習ったことをまとめてみよう。この素材の名前は、ロシ。黄色い木。これロシでしょ？白いロシ。これがわかんないんだよ、これ。これがわかんないじゃん。でも、これ、ロシは確定でしょ。じゃあ、まあ、じゃあ、白いロシ。白っぽいロシか。これ、勘でやっちゃったような感じ。まあ、いいか。どういうこと？まあ、いいや。これはそういうことなんじゃない？まあ、白っぽいロシですね。白っぽいロシだね。まあ、いいや。はい。これならいける。あの島の素材を使えば、白っぽいロシを作る方法を考えてみる。ここからですよね。いくつかの畑を順番に使って作り上げる。あ、なるほど。白っぽろいでしょ？これだ。畑はこれを使えそうだね。解けない可能性あるよ、だって。知識ばかり増えた。そう、知識が邪魔をするね。今回学んだ知識が邪魔をする。知識が邪魔をする。白っぽいおろし。おろし。なんかおろしだ。おろし。これおろしだ。これおろしです。これ使ってないね、そういう。日本の人はどこ？ああ、だからこれをさ、組み合わせると、この素材が出てくるわけよ、もう。だけど、この最大で6回、畑は使わなかった場合は、そこの文字を拾わない。でも全部2文字目、4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 文字目。どの順番に並べるんだ？白っぽろい。何通りあんの？小まだりやっちゃう、まさか5人。何通りあんの？これで。小まだりやる。これは無理だよ。これはダメ。4×。もう、いいね、チェンジ使ってる。4の5乗でしょ？これ？これ？そうそうそう。この白は、チェンジ夢の島の言い伝えじゃない？